こんにちは、まさに6494です。今回は106回薬剤師国家試験攻略メソッドの不合格になってしまうかもしれない245回薬ゼミ統一模試3の闇についてお話ししていきたいかなと思います。はい、最初に言いますが、薬ゼミ統一模試3をすごく悪いように言ってるわけではございません。目指す方向性のお話ですね。方向性間違っちゃうと合格まで一直線のはずがすごく最後に回り道をしてしまって結果ギリギリで不合格になってしまったりとか不合格になってしまう可能性が高くなってしまうのでそれを修正するための動画になります。はい。ということでいってみましょうか。まず最初ですね。薬ゼミ統一模試3なんですが、もうそろそろですね、1月の下旬、2月の頭の人もいると思うんですけど、そのあたりに国試の前の最終模試になりますね。ここの点数が最終的に国家試験の最終順位とか点数に近くなってくる、結びつく点数になってくるということで、ほとんどの学生さんが、薬学部の学生さん、試験受ける人が受けるんですけど、この模試3は大切なものであるんですけど、ただ、その勉強方法について誤ってしまうと、冒頭に言ったように、ギリギリ不合格になってしまうとか、不合格になってしまう、また合格まで最後の勉強内容がすごく遠回りをしてしまうので、ちょっとこれを守っていただけるだけで遠回りをしなくて済むことになるので参考にしてみてください。まず薬ゼミ統一模試3があります。これが薬剤師国家試験前の最後の模試ということで、皆さん精神的にもどうしてもこの模試の点数を取って安心したいっていう気持ちが、すごく高いと思います。不安になりますよね。最終的にこの模試受けて点数低かったらすごくモチベーション下がったりとかテンション下がってしまって、それも良くないことですね。この気持ちが破滅への入り口になってしまうと、どっちもどっちなんですけど、統一模試3ですごい点数を取ったとしても最終的に国試に受からなければ何の意味もないっていうお話なので、最終目標が106回薬剤師国家試験に合格すること。これがゴールなんで、最後のゴール手前で、点数取っておきたい気持ちはわかるんですけど、ただ、ちゃんと最終的な目標を頭に入れて、勉強していってください。そしてスライドそんな多いと分かりづらいと思ったんでシンプルにこれが最終スライドでまとめてみました。薬ゼミ統一模試3に向けての正しい勉強方法ですね。これをやっとけば遠回りをしないで済みます。この2点だけ薬ゼミ統一模試の過去問をやってはダメ。この過去問っていうのは今回の106回受ける方の、統一模試1、統一模試2の問題も含まれます。それ以前の問題も含まれます。この統一模試の過去問をやってはダメです。はい。理由としては、全部意味がないっていうわけではないんですけど、最終的な国試の点数に直結するかっていうとそうでもないですね。ただ時間が結構浪費されちゃいます。どちらかというと2つ目と比べると伸び率があるとしたら伸び率が低くなっちゃいます。ただ統一模試3の点数は上がるかもしれないけれど最終的な国試の点数は低くなってしまうと考えられます。で、2つ目。普段通りの勉強をするっていうこと。ここが、まあ、当たり前じゃんっていうかもしれないけど、今の時期って、その当たり前のことが考えられなくなってしまう精神状態になってしまうんですね。焦りが入っちゃうんで、点数取っておきたい、安心したいっていう最初の、2枚目のスライドで言ったんですけど、まあそういった気持ちが入ってくるので、いつも通りにできない。ただ、我慢というか、本当にいつも通り、普段通りの勉強をしてください。まあその普段通りの勉強っていうのは、薬剤師国家試験の過去問と、あとずっと今まで使用していた参考書を眺める、見るといったこと、そういったことを心がけてください。それだけで一番最終的な国試の点数に結びついてきます。はい。ここが、まあ、当たり前なんだけど、その当たり前が考えられない時期になってきているので、まあ、そういったことを守っていただければ一番ベストな状態で国試を望められると思うので、あとちょっとなんで頑張ってみてください。その統一模試3自体を悪く言うつもりは全くなく、ただそこを目標にゴール設定はしちゃダメです。ゴール設定は国試106回の薬剤師国家試験が最終ゴールなんで、その手前の勉強を最も勉強しちゃダメです。最後の国試の点数を上げるための勉強を心がけていってください。まあ、模試さんまであと1ヶ月くらいですよね。なので、その1ヶ月の貴重な時間をうまく利用していってください。はい。ということで、今回は106回薬剤師国家試験攻略メソッドの不合格になってしまうかもしれない245回薬ゼミ統一模試さんの闇についてお話ししてきました。それでは。